はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、11月のクエストダウンのレベル順にやっていこう。で、めちゃくちゃ組みやすい、多分だけど超組みやすいと思ってる。で、まあサブロックとかも無課金だし組みやすいなと思ってますね。で、貝結びスキープラスにして上限解放振って、ここ本当は悪魔キラがいいですね。まあ、PDC 通りにやってくれればいいと思ってんだけど、まあ、これ悪魔キラがいいかな。で、フレイですね。フレイは2ターンチャージと非毒性エンハンス 2.5 倍エンハンスで持ってきた。マジで強い、本当にこれめちゃくちゃ強いんで、まあ、フレイ持ってない方はね、まあ今ゴッドフェスから出んのかな、ゴッドフェスから出ます、今ちょっと見てもいい、ゴッドフェスから出んのかな、出ねえか出ないんだって感じで、まあフレイはマジで必需品ですね。めっちゃ噛んだけど、めちゃくちゃクエストダンジョンで刺さりまくるんで、ぜひとも持っておきたいと思ってる俺はって感じかな。で、フレイ、同じくフレイ列6個で上限解放でスキルプラスで、このキャラはめっちゃ強いね。超下手に小持ちで悪魔キラーも持ってて、4階層がイズイン&イズイナが出てくるんだけど、そこで悪魔キラー刺さるんで持ってきた。で、インドラですね。まあ、インドラも本当に純粋な覚醒無効プラス激減武器、まあ、ダメージ激減武器ですね、持ってきました。覚醒無効とね、まあこれなければ、まあイシスの首飾りとか、まあ覚醒無効かつ、なんだろう、還元激減とか半減、まあできれば激減がいいんだけど、まあ激減半減でもいいと思ってる。激減できる武器だよね、 OK と思ってる。で、シボドラ、超下肢上限解放悪魔キラーで、ビッグマムね。ビッグマムは自動回復6000ですね。まあ、これもまあなくてもいいかな。正直、あんまりなくていいというか、まあ代用効くと思ってる。全然自動回復系の武器で OK だと思ってる。で、2体目超下肢上限解放悪魔キラー。で、ジャージもまあ同じく自動回復武器で OK かな。で、3体目超下肢上限解放悪魔キラー。まあ、自動回復武器で OK かな。で、サブロックサンタ。サブロックサンタは7強にします。超覚醒7強にして上限解放振って、オーディンのティアラ。オディンのティアラ。これはね、マシンキラーですね。まあ、チーム HP も強いんだけど、まあ、マシンキラーで持ってきた。プレーナー。ボスがプレーナーなんだけど、プレーナーがちょっと硬いね。結構硬いんで、マシンキラー刺していこうと思ってる。で、バッチが HP やってこう。まあ、こんな感じで、まあ、クエスト13とか、14、まあ、13とか、次13かな。次出す動画13かな。まあ、出していくと思うんで、下ドラで出していくと思うんで、で、よろしくって感じかな。で、シボダラ打っていこう。で、フレイ、インドラ打って、で、フレイ打って、ツッツラスト。これで、7コンボして、倒していこう。倒していきましょう。で、倒して、ドン。で、次が2階ですね。2階は前田刑事。前田デカですね。で、これ、サブロックサンダー。で、ここ、インドラが効いてると、マジで強い。本当にこれ耐久値高いね。で、ずらすと。で、7、7、7、8、9、9、10、11、OK。で、倒していこう。OK。倒していこう。で、次が、3回か。で、スパゲッティね。アルゲッティ、スパゲッティ。ここは前と、ルキアみたいなこと言うけど。で、シバドラ打ちましょう。シバドラ打って、ずらすと。で、なんか、ボスのプレーナが、消せない回復、やらないと、決済回復せずにボスまで行くと割合からのなんかドンってやってくるんだよね。で、決済回復しちゃうととんでもねえ割合飛んでくるらしいとんでもない割合が飛んでくるらしいんで、まあ、そこ気をつけようって感じかな。出たと。ああ、これいらんかったかな、マシンキラー。まあレッドペインターでよかったかもしんない。全然レッドペインターとかそこら辺の武器でよかったかもしんない。ミスったな。ちょっと PDC にはごめん。PDC にはちょっと書くわ。あれ書くわ。ムスプレヘムしとくわ。ムスプレにしとこう。で、シボドラ、これいけるっしょ。多分いけるよね、これ。11コンボ。マシン、どうなんだ、これ。あ、いけるわ。全然いらねえじゃん、マシンキラー。あー、ミスったな。ミスってるな。って感じで、まあ、普通にいけましたと。で、サブロックサンタは、まあ、マシンキラーじゃなくて OK、全然。例えば、ここら辺を、なんだろうね。まあ、ムスプルがいいかな。ムスプルが強いもんな。ムスプルが結構強いもんな。ドルキを4つ持ってて列もあるし。これでいいね。まあ、PDC にはこれ、こんな感じで書くと思うんで、よろしくって感じかな。うん。まあ、無課金武器、結構アシスト無課金武器多めだし、
結構組み合わせと思ってますね。でフレイも代用いいかな、結構あると思ってる。フレイの代用結構あると思ってる。まあ超月神肉持ちキャラで OK かな正直って感じでした。よし終わりましょう。じゃね。